皆さんこんにちは、千葉県鎌ケ谷市でベテルモーターサイクルというバイク店をさせていただいております、金子と申します、こちらのチャンネルは、店長武蔵というチャンネルでございます、はい、バイク店動画もございます。いつもご視聴ありがとうございます、今回はですね、お店のね名前をこうして、普通に言ってそれは宣伝だからでございますね。はい、今ですね、2月の16日までなんですが、輸入元のね IBS さんという会社がございます。はい、それでうちはそこから仕入れをさせていただいて、並行輸入車ですかね、はい、逆輸入車もしくは、まあ、中国のホンダで作ってる車両とかね、いろいろあるんですけど、まあ、その中で、まあ、高額車両いろいろありますが、そういった車両が少しお安くなっている、ね、で、うちとしてはですね、そのお安くなっているものを、その分また安くして販売させていただくっていうやり方をさせていただいています。だから普段の価格の時は基本的には出さないっていうか、そういうのもあります。はい、さあそんな中でですね、とりあえず、まあ、通常価格よりもね安くなってて、しかもこう、もう今となってはね珍しい車両もしくは、特別なタイプの車両とかね、そういったのを紹介してさせていただきたいと思うわけですが、はい、まず一番目ですね、こちらでございます。はい、こちらはですね、WGR1400。ね、それのパフォーマンススポーツというタイプでございます。はい、UK 仕様ですね、イギリス仕様のフルパワーモデル。210馬力ぐらいあるんですか、うん、そういったモデルでございます。で、通常モデルとの違いはですね、まず一番大きいのはこのアクラポビッチのマフラーですかね、サイレンサーが左右サイレンサースリッポンになりますかね、ここから後ろだったかと思います、それが付属いたします。はい、あとですね、まあモノブロック、ブレンボのモノブロックキャリパーね、モノブロックのタイプのキャリパーが装備されております。あとですね、後ろはオーリンズのリアサスなんですが、こちらは何なんですか、 TTX って言いましたかね、フルアジャスタブタイプ。ああ、口が噛みそうですけどね、調整式の、全調整式って言うんですかね、フルだから。それの、オーリンズの、で、立体エンブレム、これね、オーリンズっていう立体エンブレムついております。はい。こういったモデル。ね。で、限定でずっとね、何台かはいくらって安くされてたんですけど、この時もう在庫、普通に在庫はみんな安くなってる。ただ、在庫限りだとは思います。まあもちろんね、高額車両なので、そんなね、何でもボン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 すぐ売れちゃうっていうことはないと思いますが、欲しいという方ですね。パフォーマンス。で、タンクのところに、パフォーマンスっていう、ステッカーですかね。それが貼ってありますね。はい。あと、スクリーンですね。これは純正スクリーンの他に、川崎純正でしたね。川崎の純正アクセサリーの、あれは何ですか ?MRD?なんですかね、スクリーンのメーカーありますよね、そこの、セミスモークというんですか、そのタイプが別についてきます、純正とは別に。で、このマフラーもそうです、純正のマフラープラスアクラポビッチのスリッポンサイレンサーがつくという感じになっておりますので、はい、そのあたりはねご理解いただければと思うわけでございます。で、こちらですね、ありがたいことに昨年ですね、うちで1台だけご購入いただいております。はい。だから実写は確認しています。どんなものなのかというね。まあ、動画ももし、よろしければね、撮ってますんで、それ見ていただければと思うんですが、はい。で、普通には売ってないです。はい。普通にはっていうのは、川崎の販売店では取り扱っていないタイプらしいんですよ。それで、お客様はね、なぜかうちにあるっていうことで、うちにかけてきてくださったんですよ。で、近くの販売店とか、でもどこもないですって言われちゃったと。赤男爵さんとか、あと川崎の大きいなお店があったらしいんですけど、ダメだって。うちで。はい。ありがたいことですね。はい。で、こういった車両ございます。はい。ですので、よろしければね。で、消費税が上がってしまったんでね、結構上がっちゃったんですよ。で、さすがに200万超えの車両なので、消費税ね、2% 上がると結構厳しいっていうのもね、あるんですが。で、うちでの価格、一応ね、お伝えさせていただきたいんですが、乗り出し価格です。はい、車検3年ですね。だから自賠責37ヶ月。プラス、重量税、まあ、その車検費用、すべて入っているということです。あと、登録代行もすべて含まれています。ですので、引き取りに来ていただく以上、引き取りに来ていただくんであれば、その金額でお乗りいただけます。もしくは、発送する場合ですね。うん、車台を発送という場合に限って、申し訳ないんですが、まあ申し訳ないんですけどね、送料
例えば BS さん、柏デポからの送料がかかると。あと、付属品があるので、そのちょっと付属品は別途発送になっちゃいますね。ちょっと着払いっていう形になりますけど、よろしいですかね。はい。そんな感じで、一応価格はですね、214万9800円。こちらが乗り出し価格となります。WGR、まあ、ZZR、GGR、まあ、いらぬ呼び方があるかもしれませんが、1400のパフォーマンススポーツ、でございます。はい。UK 仕様。フルパワーでございます。はい。こちら、今ね、少しお安くなって、で、うちってそれでも、いい値段しますけど、まあ、そういうもの、車体の見ればね、そんな感じだと思います。はい。そして、もう一台ですね、やっぱり日本のね、ハイパワーツアラーを牽引してきた、このバイク。いよいよですね、まあ、日本ではもう発売がね、もうなく、日本仕様がなくなってから、もうな、どれぐらい経ちますか ?1 年半、2年近く経つんですかね。はい。そんな感じですが、はやぶさでございます。はい。これはカリフォルニア仕様だったかと思います。色はね、黒とシルバー、2色ございます。はい。2色ございますので、はい。お好みの方をお選びする、お選びいただくことが可能となっております。はい。まあ、基本的には、特に変わってないですか。継続生産ということでね。はい。これはですね、ブレンボのキャリパー、黒に赤のね、字で入ってますね。あ、どっちも一緒。はい。で、やっぱ北米仕様ということでね、リフレクター、サイドリフレクターがね、こうついてたりとか。はい。はやぶさも、まあ、このモデルね。このモデルはもう、いよいよ最後なのかなって、次のが出る出ないってやってますが、なかなかね、発表がないですけど、どうなんですかね。もしなくなっちゃうと、いよいよ価値が上がるっていうのは間違いないですね。もちろん、まあ、バイクなんで、投資目的っていうのはやっぱり乗っていただきたい。うん。やっぱり、名車ですからね。日本が誇る、バイクの1台、はやぶさでございます。はい。こちらに限って、こちらはですね、至ってはね、こちらに、こちらはですね、1649,800円。ね、1649,800円が当店での乗り出し価格となります。車検3年、ね、登録代行、すべて含められています。この金額でお乗り出しいただくという感じでございます。はい。1649,800円。こちらがね、はやぶさ。今のところ2色選びますね。ブラックとシルバー。ね。シルバーは、はやぶさの漢字の部分が赤いんですね。ね。はい。いかがでしょうか。さあ、そして2台ね、今ご紹介させていただきましたが、あとですね、ちょっとこちら、うん、こちらも紹介したい。まだ1台あるみたいです。まだ1台あるみたいです。はい。こちら。はい、XSR900 アバルト。未使用車。未使用車です。ただ、現地のディーラーで展示されていた車両なんですよね。この状態でずっと展示されていた車両なので、多少の小傷はあります。これはもうご了承いただくしかないです。はい。で、あと付属品が、純正のマフラー。それのみとなります。はい。純正のマフラーは付属します。はい。で、まあ、車検の時はちょっと純正のマフラーで車検通すしかない部分がございます。はい。どうしてもこれ日本仕様ではないので、この、日本の法律の、その基準は満たしていると思うんです、これ。灰が下がっても、どう見ても出てないです、全然。あと音も静かなんで、このアクラポンのタイプは。ただ、日本の場合はガス検を取ってっていうね、そういうルールがありますから、たとえ基準、車検通す時の基準は満たしてたとしても、それでは車検通りませんっていうのが今のね、法律なので、まあ、純正のマフラーね、付属しますので、純正のマフラーでっていうことを了解いただくという感じでございます。だから、まあ、純正のマフラーで、基本的には乗っていただくということですよね。はい、大丈夫ですね。はい、大人の都合でございます。はい。で、一応こちらですね、まあ、2台、現地のディーラーから買い付けてきたらしいんですよね。2台。で、1台は、昨年末に、ちょっとありがたいことにね、うちで購入いただいて、本当にありがとうございます。すいませんね、本当に。いや、なんで、何がすいませんなんですか。ちょっとね、でお送りして。で、昨日ね、ちょっとお電話いただいてね、うん、年末そのままね、持って帰ってた、ちょっと忙しかったんで、ちょっと連絡を、まあ、遅くなって、遅くなったんですが、みたいなね、ちょっといただきました。ありがとうございます。はい。そうなんです。ちょっとね、あとね、この車両ですね、ポジションが結構やっぱきつい。シート高いですねって言ったら、ね、そう、シート高いんですよね。シートが高くて、さらにハンドルは、普通のノーマルのこういうハンドルから、パイプハンドを逆にしたようなね、ダウンタイプになっちゃってるんで、こう。で、しかも幅が広いで、もう乗るときこんな感じなんですよ、こう。ギガポジション辛い。
ちょっとポジション辛いかもしれないですね。でも、まあ、カフェレーサーっていうことで、それが味っていう見方もありますからね。はい。で、まだね、この間出てきた、その価格表の中に載ってましたから、だから1台だけあるようでございます。はい。ですので、まあ、中古が出回るのを待って、中古を買うっていう手もあるかもしれませんが、ちょっとそれは日本ではなかなか、でも海外にある中古を買い付けてくるっていう場合もありますよね。そういう場合もあるから、まあ何とも言えないんですけど、まあ未使用車で手に入れるチャンスはもう最後なのかなっていう気もいたします。いたします。はい。ただ価格がですね、こちらはですね、うち、まあ当店ですね、当店の乗り出し価格は189万9800円となります。ね、189万9800円となります。ですので、ご興味のある方はね、お声掛けいただければ幸いでございます。あ、で、この価格の中には、ヘッドライトの、ヘッドライトも含まれています。ヘッドライトっていうのは、これ右側通行用のヘッドライトついてるんですよ。なので、左側通行用のヘッドライトを取り寄せて、それも交換、そして車検を取るっていうね、その部分も全部含まれています。はい。含まれていますので、はい。そのことはご理解いただければと思います。はい。XSR900 アバラトね、はい。さあ、そしてですね、いよいよですね、今まではなんかすごいバイクだねっていう感じだったんですが、これね、私ね、おすすめなんですけど、おすすめとか言いながら、私どうでは今まだ一台もね、お声掛けいただいてないんですが、はい。ちょっとだけね、声いただいたことはあるんですよ。ただ、すぐ買えない。で、キャンペーン期間中は、だから安くね、なってるんですけど、それが過ぎちゃうとね、やっぱり終わっちゃうとやっぱり高くなってしまうので、うちもやっぱりその分価格が上がる。そうするとやっぱり、いや、それだったらついさっきまでそんな安かったのに、いきなりそれじゃ買うっていうね、のもあるので、なかなか難しいじゃないですか。ということで、2月の16日までは今、キャンペーン価格で安くなっている車両でございます。はい。それが、ヤマハさんのね、はい、こちらでございます。V スターっていう名前で売っています。はい。お分かりになりますかね、これ見て。分かります？これ、ほら。そうです。ビラーゴです、これ。ね。日本ではビラーゴっていうな、ビラーゴ250。ね。XV250 っていう名前で販売していた車両です。それが今も北米で売ってるんですよ。カナダ仕様って言ってましたね。はい。で、名前は V スター。で、ヤマハさん向こうでなんかみんな V スターっていう名前で売ってるみたいですね。このタイプは。V 型のツインのなんかこうね。V スター。それの250。ということで、でカラーリング、昔のビラーゴっていうとなんか茶色とかね、イメージ的に黒とかそんな感じだったじゃないですか。あとはエンジっぽい色とかね、ワインレッドみたいな。それがね、カリフォルニア仕様はね、こんな明るめのホワイトとレッドっていうね、ね、イメージ変わっちゃいますよね、ガラッとね。はい。ただ昔のビラーゴそのままです、これ。はい。それで、ハンドルは、いわゆる、こういうセミドロップ、なんですかあれの、ティアドロップタ、なんだ、セミドロップタイプ、なんですかあれ、何でしたっけ、そういうんじゃなくて、普通のこういうバーハンタイプね、うん。そちらのハンドルでございます。はい。なんといってもね、やっぱ嬉しいのは、これを、いわゆる、まあ、新車で買えるってことですよね。このタイプのバイクを。やっぱり、まあ、中古でもね、ありますけど、やっぱりこう、メッキパーツいっぱい対応しているので、これね、アメリカのいいところってやっぱりメッキ、ピカピカしてるところですよね。で、どうしても中古となると、そういうところが、ちょっとね、錆びてきたりとか、あとスポークとかね、スポークが錆びちゃったりとか、そうすると、ちょっとね、見た目が大切だと思うので、ちょっと残念かなっていう感じがするんですけど、さすがに、ね、新車ですから、そのあたりはね、はい。ただ、こちらの車両ですね、2016年モデルなんですよ。うん、2016年モデルっていうことで、もう3年は経ってますね。まあ4年目ぐらいになってしまうんで、これ、うちの方でですね、エンジンオイル、あとブレーキフルード、あとですね、おそらくキャブレターちょっと一回開けた方がいいんじゃないかなって思うんですよ。これキャブ車です、昔もうそのまま作ってるんですよね。なので、そのあたりをやらせていただいて、それも含まれています。それで納車させていただくということで、はい。価格の方がですね、これで250なので、自賠責は1年でございます。はい。もし1年じゃなくて5年がいいっていう、2年3年4年5年ってありますけど、その分は差額いただければ対応させていただきますので。はい。ですので、これも乗り出し価格ですよ。はい。当店ですね。当店の乗り出し価格は46万9800円でございます。46万9800円で、ビラーゴの、いわゆる新車に乗れる。日本で作ってた当時のまま、ほぼ当時のままじゃないですか。うん。いわゆる、ドラッグスターになってからの、いろんなこう、
排ガス規制用のね、うん、そういったものは基本的にはついていないんじゃないかと思いますね。どうですか、これいいですよね。ビラーもいいんです、250。これね、車体も軽いです。あとシートももちろん低いし、あとちょっと乗るのいいんですよね。うん、非常にね、だ要は見え張りたい人はね、いや、やっぱり千いくつとかがいいっていう方にはちょっとね向かないですけど、本当に乗るとね味があっていいバイク、乗りやすいですしね。うん、このあたりはね、やっぱりあと出し入れとかやっぱりリッタークラスだと重いじゃないですか。だそう気使うとかね、だか気軽に乗れなくなっちゃうんですよね。その点がね、この V スター、これはいいかなと思います。はい、で今、これもキャンペーンやって、ね、46万9800円になります。よろしければ。はい、さあ、そんなところでですね、まあ、あと従来からのね、車両もあります。TS185ER とか、TF125 っていうのもあるんですが、それは価格はね、普通にでございます。安くはなってないですね。はい、さあ、そんな中で、新しくじゃないんですけど、一回輸入されたことがあるんですよ。ですね。トロジャンです。こちらでございます。DR200SE トロジャンというモデル。要は、昔日本でジェベルっていう名前で売ってて、で、車両がありましたよね。で、そのジェベルにいろんな装備をつけた、DF200 っていうのがありましたけど、それにさらにね、ガード類つけたり、右側にもサイドスタンドつけたり、特殊装備をいっぱい搭載した車両がトロジャンでございます。要は、ファームバイク。ね、ファームバイクですよ、うん、これね前回ねなんか5台だか6台だか入れたらしいんですけど、ありがたいことにうちで3台ね販売させていただきまして、はい、で保安部位ついてないんですよ、これ写真通りこういう状態で来るんで、ヘッドライトとテールライトはついてるんですけど、ウインカーとミラーがついてないで、それを、DF200E 純正のやつ、鈴木さんのね、だそれを普通にうちで取り寄せて取り付けるっていう条件で、での販売でございます。もちろんそのあたりは、まあ、融通が効きます。例えば、車外のウィンカーつけたり、もしくはウィンカーとかそういうのは自分でつけるから、いりませんっていう見方、そういうやり方でももちろん結構なんですが、まあ、その場合はちょっとご相談になりますが、まあ、うちのそのやり方としては、ウィンカー、ミラー、あと、まあ、リレーはでも IC リレー使った方がいいかもしれないですけどね、その辺をつけて、要は、純正のものを使用して、乗り出し価格はですね、自賠責1年、ね、登録代行ももちろん含まれています。589,800円でございます。はい。589,800円。ね、前回よりね、あんま今度言わない方がいいのかもしれないですけど、前回も、もう2、3年前だったと思うんですけど、確かね、それよりも、ね、4万円です。だから、金額的に、そうですよね。やっぱりそれぐらいか、まあ、その分高くなったっていう感じですけど、トロちゃんありますんでね。はい。買えなくなると欲しくなりますよね。でも、買えると、どうしようかなと迷いますよね。そのあたりがありますよね。はい。あとはですね、従来って言うと変ですけど、好評いただいている CB190SS ね。これは39万9800円でやらせていただいております。さらに、こちら、CB190X ツーリズムってね、この箱もついてるツーリングタイプのモデル。こちらは42万9800円でございます。さらにはですね、まあ、CB190R っていうのもありますが、あとこれですね。これなかなかね、いいんじゃないですか。LY125 っていう OHV のね、インジェクション OHV ですよ。はい。こちらもございます。はい。こちらの金額は、いくらでしたっけ書いてない。そう、忘れました。ただ20万円台前半だったかと思います。はい、そんな車両ありますので、ね、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。はい。さらにはですね、例えばね、うちでは買いたくないっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないんですよ。見てて、あ、欲しいなと思うけど、いや、でもそこではな。例えばね、高額車両となると、ちょっとちゃんとしたショールームがあって、ちゃんとしたお店構えのお店で買いたいっていう場合はですね、うちの近くでよろしければご紹介するところが、できるところがございます。はい。ですので、そういうお店に行っていただいて、ベテルモーターサイクルっていうところで、ちょっとね、聞いたんだけど、って、まあ、もうちょっと紹介させていただきますね、もちろんね。いきなり行って、いやーって言われちゃうと困っちゃいますから、ただ、輸入してる同じ業者、別にやってますから、うちからね。ただ価格は、これうちの価格ですから、ちょっと違うかもしれません。お店によってね。うん、違う。まあ、大抵、まあ、やめましょう、それはね。まあ、あれですけど、そちらに行っていただいて、メンテナンスもだからそちらで受けていただくと。そういうやり方ももちろん可能ですから、その場合は、お声掛け、うちにまあ、お声掛けいただけるとありがたいんですけどね。直接そこにいて、うんぬんって言ってもね、いやー、って言われちゃうと困っちゃうんで。うん。はい。そんな感じでですね、ご商談お待ちしております。また、そういうね、ちゃんとショールームがあって、うんぬんっていうね、お店がいいっていう場合は、そちらの方をご紹介させていただく。また、人のあれもありますからね、私とはちょっと合わないなっていうね、人も中にはいらっしゃるかもしれないですよね、お客様の中ではね。その場合は、他の、そちらでね、っていうことも可能ですから、その場合はご紹介させて
そんな感じで、よろしくお願いいたします。失礼します。